9月18日夜、スノーマンのメグロレン26とラウール20が同時に会員制ブログを更新。共に所属するジャニーズ事務所で起きていた内部の変化について記し、ファンの間で反響を呼んでいる。メグロのブログの導入は、15日に放送された佐野早と25とバディを組んだ主演ドラマ、トリリオンゲーム TBSK。 の最終回を受けて、スノーマンファンである20代の女性が言う、その日のブログ記事は、トリリオンゲームの役柄に不安があったものの、挑戦したいと思ったことやスタッフが協力的だったことなどを振り返った上で、話は2022年頃から仕事のやり方に変化があったという流れメメ、メグロの愛称によればジャニーズ事務所内の体制が変わり、 仕事のオファーがあるとまず相談の上、選択権は自分たちにもらえるようになったという話でした。それまでは事務所のスタッフを、大人の人、と自らは呼び、よくわからない大きな組織といった感覚だったけど、社長や上の人が面談の時間を設けてくれるようになったとのこと。今、ジャニーズ事務所という組織のあり方が社会的に大きく取り沙汰されている中、メメはファンに向けて、 絶対大丈夫だから、信じて笑顔で応援して、と力強く呼びかけてくれました。ラウールが更新したブログ記事も同様のニュアンスだったという。女性ファンが続ける、メメ,メと同じで、時期として、この1年くらいから、事務所のあり方が変わったことに言及。仕事のやり方として自主性の尊重、またマネージャーたちが仕事を主者選択して、 自分たちはそれをこなすという仕事のやり方ではなく、選択の余地を与えてくれている体制になったとのこと。一緒に目標に向き合う姿勢になったことに感謝していて、今年パリコレでモデルデビューできたこともその一環と告白。居心地がいい環境を整えるのに尽力してくれていると信頼を強調していましたね。二人のブログ記事に、SNS では、メメラウブログがトレンド入り。安心した。 といった声が溢れたが、勇敢誌デスクは、仕事の選択権が自分たちにある、ということを似たような言い回しでわざわざ強調。しかも同じタイミング、それをタレントに、言わせている、時点で、やはり事務所としてはどうなのかと、と疑問を呈する。もちろん彼らの言葉に嘘はなく、さらにはファンを安心させたい一心なのだと思います。しかし、 元を正せば事務所としての発信がほとんどないから、タレントが言う羽目になっている。かつ、裏を返せば、それまでが異常だったということを自ら認めているようなものですよね。時期も重要です。1年ほど前から明らかに体制の変化があったということですが、ちょうど1年前の10月末、現在 2B の代表取締役である滝沢秀明氏、41、が電撃対処。 滝沢氏はスノーマンの育ての親でもありましたが、組織のあり方をめぐって衝突し、対象を決意したと言われています。全道。二人のブログ記事から、創業家が絶対だった過去を明かすのは、ジャニーズに詳しい女性誌編集者だ。ジャニーズ事務所の創業家として圧倒的な力を持っていたのは、ジャニー北川氏、去年87、のお姉のメリー北川氏、去年93。 ですよね。そして藤島ジュリー慶子前社長、57、はメリー氏の娘です。1年ほど前までは確かに創業家の命令は絶対で、意向に沿わない人たちはわかりやすく干されました。キングプリンス、キンプリ、が良い例です。彼らは歌やダンスという小ビジネスで世界進出を目指しましたが、ジュリー氏に阻まれた。 ジュリー氏はドラマや映画などタレントの映像路線を進めていて、キンプリはなかなか自分たちの意向を聞いてもらえなかった。それに合を癒し、脱退を決意したのが平野翔さん、26、神宮寺祐太さん、25、岸優太さん、27の3人です。彼らが大賞を発表したのは22年11月4日ですから、 やはり一年前までは創業家が相当な力を持っていたということでしょうね。慌てて内部の体制を整えようとしていたようだが、すべてが後手全室の有関視デスク、と指摘されているジャニーズ事務所。同社は10月2日、社名変更や現在、ジュリー氏が100%保有する株式の取扱いなどについて発表を行うとしているが、 タレントが仕事だけに注力できる環境はいつになったら整うのか。二人は創業系の信頼をブログで強調した。